はい、どうも、あきあちです。今日はですね、安倍晋三さんの、銃撃事件ですけども、実はこの非公式に軍事専門家に決定的な瞬間をね、調査してもらうっていう形で見てもらったようですね。そういった話題とか、安倍さんが亡くなるちょっと前までね、ここ最近1年間やたらと安倍晋三さんの周りの警備には気を使ってたみたいで、そういったね、退任後の安倍さんの警備に関する話題とか、それと日本がどれだけね、アメリカに支配されているのか、これはね、実は航空領域でもわかるんですよね。横田空域っていうんですけども、そういった話題とか、あとね、小室さんに関しても扱いながらやっていこうと思います。安倍晋三さんの国葬に関してはね、だいぶ揉めているようですね。岸田首相も逃げ出したい気持ちで、エリザベス女王の国葬に出席とか言ってたんでしょうけども、お前は行かなくて国内のことに集中しろって感じのね、ツッコミが多かったですね。少なくともね、イギリスからは呼ばれてないことが判明しましたね。行きたくても行けないわけですね。それでこの国葬のあり方も分かってないようなんで、テレビで勉強してほしいですね。そしてね、安倍晋三の国葬も取り消しにしてほしいですね。派閥の聞く力はあっても、国民の声を聞く力はないようですね。ちなみにこのイギリスからのね、招待状っていうのは2枚って形で言ってたんで、天皇皇后両陛下で2枚なんで、確実にね、岸田首相は呼ばれてないですね。それにしてもね、安倍晋三さんと統一教会の関係については、安倍晋三支持者ですらも、ちょっとかなり衝撃的だったようですね。安倍支持者は、安倍さんの悪い部分がほとんど見えてませんでしたからね。安倍晋三支持者とかは、SNS とか、虎ノ門ニュースとかね、そういったね、ものばっかり偏って見ていたんで、悪いニュースが全くこの目に入ってこなかったんですけども、安倍信者だらけの虎ノ門ニュースですら、コメント欄はね、最初の方は、壺ノ門ニュースとか、統一教会やれよみたいな感じでね、そういったコメントばかりでしたからね。今はね、ようやくそういったコメントとかも少なくなってきましたけども、だいぶね、安倍信者も減ったのかもわからないですね。最初はこの安倍晋三さんの死っていうのは民主主義への挑戦だみたいな感じで、与野党がね、語ってましたけども、結局はこの民主主義を冒涜していたのは安倍晋三だったってことが判明しましたね。統一教会の問題もそうですけども、安倍晋三さんの銃撃事件に関しては、公式の報道が少なすぎますよね。青山議員が銃弾の一発が見つかってないって形の報道するまでは、誰もね、そのことを知らなかったわけですからね。マスコミも警察もその事実をわざと公表しなかったってことですね。そしてね、一番事件を解明するのに重要な鍵と言われているのが、安倍晋三さんが撃たれて地面に倒れるまでの一部始終の映像に関しては、防衛省を通じて非公式に軍事専門家に送られたようですね。それはこの山上容疑者が2002年から2005年にかけて海上自衛隊に所属をしていたことも公表されたこともありますからね。もしね、山上容疑者が海上自衛隊に所属をしていた時に軍事的な情報とかね、見識を利用した犯行だったら大変ですからね。さらにこの現役の自衛官が関わってないっていうのも、その時点では分かってなかったんで、それでね、元同僚がリストアップをされて、極秘に聞き取り調査とかが行われたようです。実はね、防衛省が動画分析をさせたのは、自民党スタッフがたまたま撮っていた映像のようです。スマホをね、横向きにして撮影されていて、かなり鮮明に映っていたようです。やっぱり一番注目したのが、2発目の直前に安倍晋三さんの襟がなびいた瞬間ですね。これがやっぱりその1発目の風圧でもないし、2発目の発砲の前でちょっとおかしいって形で感じたようですね。実はこの1発目と2発目の間には小さなピュッという音もね、入ったようです。これはその安倍晋三さんの首あたりに向けて、2発目より前に散弾が飛び込んでいた可能性があるっていうことですね。こうした見解っていうのは防衛省にも送られているようです。ただ8月になると、この件はもうこれ以上ね、分析はしないってことになったようです。つまりこの本当の犯人が分かったのかもわからないですね。それでこの軍事専門家には、他ではなるべく憶測で物を言わないでほしいって形で、釘を刺されたようですね。ちなみにこの屋上のテントに関しては、もしね、プロのスナイパーだったら白のテントは選ばないだろうし、そういうのが拡散されたことで、妖怪にこのスナイパー説がうさんくさくなってしまったようですね。実はこのうさんくさくなることも想定をして、清掃作業も以前から計画をされたようです。それは普通に考えたら、夏場の昼間に作業せずに屋上だったらね、なるべく午前中とかを選びますよね。ただこの山上容疑者とスナイパーが共謀していたとなると、やっぱり日本ではなく中国かアメリカの仕業しか考えられないということで、中国の可能性は結構あるようですね。安倍晋三氏が7月30日に台湾を訪れるって形で台湾のメディアが報道したみたいです。実はこの日本のメディアはまだそのことを報道してなかったみたいです。それなのに日本では日本の公式報道がないのに台湾を訪問するとかね、言動を慎むべきだって形で中国が記者会見で発表しているようです。だからね、相当この安倍晋三が台湾に行くことを嫌っていたようですね。
安倍晋三氏の台湾へ訪問する理由というのは極秘会談が予定をされたようで、まあ、中国がそれをね嫌っていたのは間違いないようです。まあ、少なくともこの安倍さんの死は中国にとっては良かったっていうことに、まあ、結果的にはなっているようですね。まあ、安倍派閥応援隊は統一教会の問題をやらないくせに、林外務大臣や河野太郎さんの統一教会との関係は薄くてもめちゃくちゃ叩いてますからね。まあ、中国寄りな自民党議員にはアレルギー反応を見せてるのかもわからないですね。ただこの安倍晋三さんに関しては、首相を辞任する最後の1年というのは身辺警護の強化を求めていたようですね。安倍さんに近い産経新聞の記者も、まあ、退任後も安倍さんの指示で指定付近に警視庁のバスが24時間体制で待機をしていて、バリケードまで設置をして警察官が終日立ってたようですね。なかなかこの指定警備っていうのはこれまでのね元首相とかでもいなかったようです。まあ、それだけね危険を感じてたのかもわかんないですね。毎日この10人ぐらいの警察官がいて、年間2億円もかかっているって形で、一部週刊誌では批判記事も出てたみたいですね。まあ、小室夫妻が8億円だから、なんかちょっとまあ安く感じてしまう自分がちょっと怖いですけどね。ちなみにこの麻生太郎さんは警察官が1人配置されているだけのようですね。さらにね、一部記者たちの間で噂になってたのが、安倍晋三さんに外見そっくりな影武者がいるっていうことで有名だったようです。ただね、こういった指摘ってのは国益に反するもので、もしね、安倍晋三さんの影武者がどこかで映っていても、それはこの記者も指摘することはできないようですね。北朝鮮なんかはまさにね、その状態かもわからないですね。分かっていても誰もね指摘ができないのかもわからないですね。ちなみにこの産経新聞の記者も2017年の解散総選挙の直前に安倍さんに一言もらおうって形で、まあ、料亭に入る直前に先回りをしていて、まあ、コメントをねもらおうとしたらノーコメントで素通りされたようです。ただまあ記者がねあと15分で安倍さんが到着するって形で言われて、まあ、その後ね本当に来たことがあったようです。だからまあお店とかも安全を確認したいときには先にね影武者が行ったりとか、まあ、そういった場面で使われるのかもわからないですね。さすがにこのメディアとかには普通にすぐにバレちゃいますからね。まあ、あくまでもセキュリティ確認のための影武者っていうことなんかもわかんないですね。まあ、ちなみにこの今年3月に安倍晋三さんはマレーシアを訪問してるんですけども、まあ、その時もね高級ホテルに宿泊をして、まあ、警備もかなり厳重にしていたんですけども、まあ、追加で警備の要望があったわけですね。まあ、ほぼこの貸し切り状態のホテルとかでも、まあ、ホテルの、ね、部屋を借りたりとか何かに狙われてる意識があったのかもわかんないですね。ただまあ結果としては奈良の選挙応援の時に、まあ、緩い警備のせいで亡くなったんですけども、まあ、あの場所はね警備がいくらいても360度狙いますからね。まあ、場所的になんであの場所を2度も選んだのかっていうことですね。でまあ確かに中国が犯人って形で考えてみたら、安倍派閥が弱まれば親中派議員ばかりになるんで、まあ、中国としたら安倍さんが亡くなってラッキーっていう形になるのかもわかんないですね。まあ、このアメリカがやるとしたら民主党しかないですけども、まあ、結局はねあの銃に殺傷能力があったのかすらも発表せずに終わっちゃいましたね。まあ、警察はね嘘をつきたくないから、まあ、わざわざね殺傷能力はなかったけども、まあ、とにかくね山上容疑者がやったなんて発表はできませんよね。ただまあ一つ言えることは、警察は安倍晋三の銃撃事件の疑惑については答えられないってことだけはねはっきりとしていますね。ちなみにこの中国が日本を警戒するのも実はこの正論な部分があるんですよね。日本はいつの間にかアメリカに支配をされすぎて、まあ、政治の面でも完全に支配をされていて、まあ、それがね当たり前のようになってしまっています。例えばこのアメリカの日本への入国方法ですね。アメリカ以外の国は当然ながら羽田空港とか成田空港から、まあ、正規の手続きを取って入国をしますけども、アメリカだけは安倍晋三さんの政権から横田基地経由で入国をするようになりました。トランプ大統領とかバイデン大統領だけじゃなくてペロシ連邦議長まで横田基地から入国をしています。当然まあ横田基地は米国主権下で日本の法律は及びません。つまりこの日本はアメリカの属国ですよっていうことで、アメリカが日本に来るたびに世界に見せつけてしまってるわけですね。まあ、日本はねアメリカに支配されていますよと世界に主張してるわけですね。まあ、そんな屈辱的なことを毎回やられてるのに、日本政府は誰もね何も言えない状況なわけですね。まあ、日本はねアメリカにいつでも従いますって形で完全支配されてしまってるわけですね。これはその台湾有事という以前に日本有事なわけですね。横田基地には未だに終戦していない朝鮮戦争のための朝鮮国連軍の後方司令部が現在もね置かれていて、朝鮮半島やアジアで有事があった場合には横田基地とか他の在日米軍基地と日米一体で戦わなければいけないわけですね。台湾有事は日本から実質攻撃に参加するわけですね。ちなみにこの韓国に行くときも在韓米軍基地に到着するように昔からなっているようですね。ただまあこの間のペロシさんが韓国に来た時にはユン・ソギョル大統領は休暇中だとして電話協議しかやらなかったようですね。
まあ、大統領クラスが来たらお迎えするのかもわかんないですけども、まあ、ペロシクラスに在韓米軍基地に出迎えはしたくないっていう形のプライドなんかもわかんないですね。まあ、日本にはそういったプライドがないわけですね。極右文化人は韓国や中国とベタベタするなって形でね、いつも文句を言ってますけども、まあ、アメリカ人にベタベタしすぎるのも対中戦争で日本が利用されるだけで代理戦争になるかもって形で、まあ、翼の党の黒川さんとかは訴えてるわけですね。まあ、僕にはね、誰の意見が正しいのかは分かんないですけども、まあ、今のね、自民党のアメリカにベタベタすぎるのもちょっとね、危険かも分かんないですね。まあ、右寄りとね、左寄りが、まあ、交互に選挙やるぐらいがちょうどいい関係ができるかも分かんないですけども、まあ、それもね、危険ですからね。まあ、実はこの日本がどれだけアメリカに支配されているのかが航空領域とかでも分かります。新潟県から長野、静岡、福岡に東京都と、まあ、1都9県の高さ3700メートルから7000メートルが横田基地周辺の横田空域に指定されているんです。まあ、この横田空域では日本の航空法が適用されずに民間飛行機はここを避けて飛ばなければいけません。まあ、それでね、今国際線の増便を図ろうとしていて、羽田空港が米軍と交渉して横田空域を少し使わせてもらえませんかって形でお願いしているようです。日本の領域なのにアメリカに頑張って交渉をしているところのようですね。ただまあ、航空法上ではアメリカが一方的に言っているだけで、我が国民はこれに従う法的義務はないって形で、まあ、航空法第150条11項に記されているようです。つまりまあ、いつの間にか法的根拠がないのにアメリカに完全に支配されているということですね。まあ、中国とか韓国と仲良くするのも違うと思いますけども、アメリカとベタベタしすぎるのも支配されすぎてどうかと思いますけどね。ちなみにこの安倍晋三さんの国葬でいろいろとまあ批判の声が高まっていますけども、実はこの国葬もニューヨークで行われる国連総会とほぼ日程が被ってるということもあるし、まあ、カルトの、ね、広告塔にされてしまうという形で、まあ、ダブルパンチで海外要人はほぼまあ欠席のようですね。まあ、極右文化人としては全部岸田首相のせいにできるから、まあ、ラッキーって形で思ってそうですけどね。まあ、9月20日から26日にニューヨークで国連総会が行われるということで、まあ、各国の代表が出席をするんでね、まあ、わざわざ日本に来て弔問外交をする必要がないということですけども、まあ、イギリスの、ね、エリザベス女王の国葬っていうのは19日なのに出席をするわけですね。ただまあ全部ね、岸田首相のせいにして言い訳にはできるからラッキーですね。まあ、国葬を決定した要因の一つが外交効果っていうことですけども、まあ、親しかったはずのトランプさんも来てくれないっていうことで、まあ、今からでもね、中止にした方がいいと思いますけどね。まあ、岸田首相も今はやけくそになって、まあ、この秋にね、一か八かで電撃解散の総選挙をするんちゃうかって形で言われているようですね。まあ、今だったら統一教会もまだ味方ですからね。まだこの秘書に関してはチェックしなくていいって形でなっているので、まあ、バレバレでも統一教会の協力は受けられますからね。ただね、萩生田大臣とか統一教会とズブズブだった議員は公明党から票がもらえないかもわからないですね。まあ、選挙区の 5% の票を持っていて、投票率が 50% で、まあ、10% の影響力を持っているから、まあ、この票がなければ当選しない自民党の議員はたくさんいるでしょうからね。ただもうね、支持率も落ちてあと3年も持たないですからね。まあ、しかもこの安倍派の実質のまとめ役とされている森喜朗氏が、まあ、東京地検に事情聴取をされているということで、まあ、岸田首相とかね、麻生太郎さんとか、まあ、自民党のトップがホテル大倉で集まって、まあ、逮捕された時の対策とかを話し合ってたようですね。まあ、それでこの萩生田政調会長は統一教会とズブズブで、まあ、このまま選挙をしたら創価学会の支持ももらえないから、まあ、萩生田大臣を政調会長から外すように党内からは声が出ているようですね。まあ、問題の統一教会と関係を持っている議員が半数で、まあ、これはね、自己申告だから持っているのも分かりきっているし、今だったらね、立憲民主党も支持率が落ちているし、まあ、選挙の投票率も減って統一教会が応援をしてくれたら、まあ、自民党の議員もそれほど極端には減らないでしょうからね。ちなみにこのニューヨークの方では小室圭と眞子さんのことがフライデーで報道されてましたね。いろいろとまあ想定外のことが起きているっていうことで、まあ、皇室特権でメトロポリタンで解説文書を書いていた作品も解説が間違っているよって形で指摘をされて撤去されたようですね。まあ、小室圭は司法試験を今回は受けたようで、まあ、満足系な顔をねしていましたけども、自信があると言いながら過去2回は失敗していますね。まあ、3回目は事前に問題を入手って形で言われているので合格をするかも分からないですけども、まあ、ニューヨークではね、働かないことが交換条件とも言われていますからね。まあ、仮にね、弁護士になっても最初の10年ぐらいは通常はアソシエイト弁護士で雇われ弁護士ですね。それでまあそこから小さな事務所でパートナー弁護士としてやるか、同じ会社で見込まれてパートナー弁護士としてまあ共同経営者になるわけですね。このパートナー弁護士になると収入とかも桁違いになったりとかしてね、1億円以上の収入とかも見込めるのかも分からないですけども、小室圭はまだね、ロークラークで見習いっていうポジションで弁当のパシリとかコピーとかね、そういったことしか任せられてないわけですね。ただまあ政府から仕事がもらえるからって形で、まあ、パートナーロークラークって形のね、異例なポジションが与えられてるのかも分からないですね。まあパートナー弁当士って言った方がいいかも分からないですけどね。
ちなみにこの共同経営者ではないけども日本政府から仕事がもらえるっていうことで、まあ、特別待遇をされているんでしょうね。まあ、小室圭に関してはこれまでも、まあ、ずっとね特別待遇で皇室特権を使いまくってましたからね。まあ、三菱 UFJ 銀行も4月入社しか新卒は募集をしてないのに、まあ、一番エリートが配属をされる虎ノ門支店の法人営業部ですからね。まあ、そもそもこの幹部候補のエリートコースとして用意された人が配属をされるようですけども、まあ、そこにね特別に入社っていうことで、まだね仕事ができたらそれでよかったのかもわかんないですけども、まあ、小室圭さんの子供ですからね。それはまあ仕事ができるわけがないですよね。まあ、自分がなくした書類を女性社員のせいにしたりとか、まあ、1年半で辞めたりですね。まあ、奥の総合法律事務所も、まあ、コネがないと無理なところですけども、まあ、これもね皇室特権でねじ込んだんですかね。さすがにこの日本で司法試験は無理だからアメリカのフォーダム大学でっていうことで、まあ、全てね皇室特権で特別待遇で用意されたわけですね。さすがにこのビザに関しては忖度が効かないとは思いますけど、どうなりますかね。まあ、金銭トラブルに関しては小室圭さんの問題だからっていうことでしたけども、まあ、そもそもね小室圭も元彼女のクレジットカードを使い倒したりとかね、まあ、いろいろとまあやばい話がありますよね。まあ、いつ眞子さんが気づくかってことでしょうね。まあ、それにしてもいろいろとまあ問題が多いですね。統一教会の問題にしても国葬の問題にしても小室さんにしても、まあ、悪いことに関与した人たちはみんな裁かれてもらいたいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。まあ、そして良ければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。